ジョシュア,アイザイア・ハリソンは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称は、j ヘイ。e 1980年代にボルチモア・オリオールズや、ロサンゼルス・ドジャースでプレーした、外野手のジョン・シェルビーはおじに当たる。2008年の MLB ドラフト6巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。 新シシティ大学からドラフトで10巡目以内に指名を受けたのは2001年の MLB ドラフト8巡目でボストンレッドソックスから指名を受けたケビン・ユーキリス以来だった。またこの時チームメイトだったトニー・カンパーナも13巡目で同じくカブスから指名されている。2009年7月30日にジョン・グラボー、トム・ゴゼラニーとのトレードでケビン・ハート ホセアスカニオと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。2011年5月31日のニューヨークメッツ戦にて2番サンルイシュで先発出場してメジャーデビュー。第2打席で R.A. ディッキーからメジャー初アンダを放った。2012年5月18日のデトロイトタイガース戦ではジャスティン・バーランダーから9回一死にアンダを放ちノーヒットノーランを阻止した。 2013年は開幕ロースター入りしたが、4月14日に、AAA 級インディアナポリスインディアンスへ降格するが、5月7日に、ジェームズ・マクドナルドが、故障者リスト入りしたことに伴い、メジャーへ復帰した。5月8日にデューク・ウェルカーが昇格するのに伴い、再び降格したが、同年3度目の昇格となった7月9日以降は、メジャーに帯同。 8月6日のマイアミ・マーリンズ戦では、代打サヨナラ本塁打を放ち、9日のコロラド・ロッキーズ戦では、投手として登板した。最終的には、自己最小の60試合出場に終わった。2014年は、三塁を中心に、自己記録を大きく更新する143試合に、出場し、自身初となる、規定打席クリアを達成。ナショナルリーグ2位となる打率。 315を記録したほか、13本類五52打点、18盗塁という成績をマークした。2015年4月8日に、パイレーツと総額2730万ドルの4年契約を結んだ。この年は114試合に出場して打率、287、4本類二28打点、10盗塁を記録した。2016年は2類種のレギュラーに定着。 9月10日の新品キレッツ戦で、総類中に右足付け根を負傷し、残りシーズンを全休した。それでも131試合に出場して2年ぶりに、規定打席に達し、打率2834本類が59打点、19盗塁を記録した。ピッツバーグパイレーツ時代2017年開幕前の3月5日に、マットカーペンターの代替選手として、 第4回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では、聖二類種はイアン・キンズラーだったため出場機会は限られ、2試合に出場して1安打も記録できなかった。アメリカ合衆国は3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは4月18日に、 MLB 史上初の4打席連続支球を記録した。2018年4月15日のマーリンズ戦で、ホセウレーニャの投球を左手に受け、左手大後、中手骨骨折と診断され、翌16日に10日間の故障者リストに登録された。この年は97試合に出場して打率、258本塁打、37打点、3盗塁を記録した。 オフの10月31日に FA となった。2019年2月23日にタイガースと1年契約を結んだ。8月9日に自由契約となった。2019年12月20日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月21日に自由契約となった。 その後、7月27日にはシントンナショナルズとメジャー契約を結んだ。オフの10月22日にナショナルズと担任の再契約を結んだ。ありがとうございます。